今泉潤です。広井王子です。上原美由紀です。それでは昨日の続きをどうぞ。ラジオネーム夏の終わりさんからのお便りです。韓国ドラマにハマってしまいました私生活に恋愛要素が不足していたのですが、主人公たちのラブラブシーンで潤いまくってます。笑い。韓国ドラマってなんであんなにキュンキュンさせられる作品を作るのがうまいんでしょうか。何はともあれ、足りなかったときめきをハートを補えている生活に満足していますが、皆さんのときめきエピソードも聞けたらもっと充実した生活を送れると思うんですよねということでお願いしますこれ韓国ドラマってなんであんなに面白いんですかね。これなんだと思います。やっぱあのアメリカと同じシステムをやってるんだと思ってて、あの、ショーランナーが一人いて、でそれが全体を仕切ってて、多分 5,6 人の脚本家で叩いていくっていうやり方だよ ね。あのやり方はすごくいい気がするし、それからあとギャラだよね。そうですね、グローバルになってるからギャラがすごくいい。で1本やってちゃんと生活できるから、あ、だからそっかそっか、分散しちゃいますもんね。日本だと1本じゃとてもじゃないけど1年生活できないから何本もやるわけじゃない、アイデア分散するから集中できるよね。やっぱ1本でちゃんとお金払うっていう、確かにそういう意味ではその韓国は世界で出てったので、ちゃんとお金が入っているっていうやり方、それはそうかもしれないですよね。だから全体作るのにだいたい50億とか以上、今はドラマで、ドラマで、だからそのぐらいでやってるから、ゲームに近づいてきちゃってるから、そうそうそう、ね、だから日本だとそんなことありえないから、1本1000万とか2000万で作ってるから、しかも3ヶ月で終わりです。終わりだから、そんな風に作れないんだよ。韓国ドラマの面白さ、まあそれもあると思うんですけど、韓国人と日本人ってやっぱ近いじゃないですか、顔が。なんか僕もアメリカ行った時にやっぱ白人とかよりはアジア人の方がなんとなく親近感湧くっすよね。だからその親近感湧く顔でファンタジーじゃないですか、日本の文化じゃないから。だからある種、あ、そういうこと韓国ってあるんだって、ちょっと一個嘘頭の中にあった上で見れるか ら、はい、そうですね、から逆に六本木クラスでなんか隠蔽してるとか日本じゃありえねえよとかって絶対やれないだろこれって思っちゃうんですよね。そういうところも日本風に変えなきゃいけなかったんだけど、そこはそのままにしちゃった、まあ